12年ぶり2回目の宇宙飛行に臨む古川聡宇宙飛行士を乗せたクルードラゴンエンデュランス号がいよいよ打ち上げられます。画面左上には打ち上げまでのカウントダウンが表示されています。あと37分11秒後、日本時間で午後4時27分に打ち上げられる予定です。映像はアメリカ・フロリダ州にあるケネディ宇宙センターです。真っ白なロケット、ファルコン9が暗闇の中、空に向けてそびえ立ち、打ち上げの時を待っています。もうすでに古川さんたち宇宙飛行士4人は、このロケットの上部に搭載された宇宙船、クルードラゴンに乗り込んでいます。今回も技術的な解説を行っていただきます、元 JAXA エンジニア、宇宙開発コンサルタントの戸梶歩さんと、そして宇宙キャスターの私榎本レミのお二人で打ち上げの瞬間を生解説付きでお伝えしてまいります。戸梶さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、戸梶さん、今回の打ち上げ見どころはどこになるでしょうか。はい、今回はですね、今までのクルードラゴンの打ち上げの時とはちょっと違ったシーンが見られるかもしれないんですよね。はい、第一弾ロケットが、海の上にの回収船に戻ってこられくるってことは皆さんご存知かと思います。しかし今回の打ち上げではですね、打ち上げられた場所の近くにまでロケットが戻ってくるんですよね。はい、まあ、人工衛星の打ち上げではそういうことは何度か、行われてきたんですけれども、有人のクルードラゴンでは初めてということになります。はい、まあ、夜ですのでちょっと地上からの映像がどこまで見られるかちょっとわからないんですけれども、船に着陸するときとはまた違った迫力のある映像が見られる可能性が高いので、ぜひ注目していただければと思います。はい、この映像私もすごく楽しみにしております。そして前回と違うのは有人宇宙開発の歴史が大きく動き始めたことですね。そうですね、昨年2022年11月にアルテミス1が打ち上げられて、月とか火星を目指すアルテミス計画が本格的に動き始めました。まあ、それは、有人の宇宙開発が新しいフェーズに入ったということを意味すると思います。はい、このアルテミス計画なんですけれども、アメリカ、日本、EU が中心となって共同で進めている有人の探査ミッションで、まずは2025年に人類が再び月に降り立つということを目標としているんですよね。そうですね。はい、まあ、ただ中国などももう我先にと月を目指していて、まあ、今有人宇宙探査のもう主な舞台は月になっています。はい、まあ、今回の古川さんは国際宇宙ステーションに向かうわけなんですが、この時代の流れを受けて月火星の有人探査につながるようなミッションも行う予定ですので、こちらは後ほどご紹介していきます。そして戸梶さん、今回の打ち上げまでには古川宇宙飛行士が研究データの改ざん問題で謝罪をするという場面もありましたけれども、日本の宇宙開発の未来のためにミッションに挑んでいく古川さんを心から応援したいですね。そうですね。はい、古川さんは、仲間への信頼、そして確認作業が重要とおっしゃってました。はい、なので、まあ、今回のフライトを通じて、信頼を回復してくれることを期待したいと思います。はい、ということで、現場の現在の様子を見ていきましょうか。こちらです。はい、打ち上げまで34分を切りました。戸梶さん、ここまでは順調でしょうか。そうですね、先ほど聞いてましたけれども、問題なく進んでいるようです。はい、問題ないということで、今このクルードラゴンの中に古川さんがもう打ち上げを待っているという状況です。さあ、ではここからは今日打ち上げられますファルコン9とクルードラゴン宇宙船をおさらいしていきたいと思います。スタジオに戻れるでしょうか。こちら、じゃーん、私なんとお手製のロケットを作って持ってまいりましたので、こちらで説明していきたいと思います。戸梶さん、スペース X 社の本物のファルコン9はどんなロケットでしょうか。はい、今持っていただいておりますけれども、はい、高さが約70メートルの高さ、はい、2段式のロケットです。はい、で一番上こちら、そうですね、そこがクルードラゴン、はい、でその下が第1段ロケット、はい、そしてその下にちょっと大きいですけど第一弾ロケットがくっついているという形になります。はい、戸梶、ね、はいはい、さん、この第一弾ロケットは回収されて再利用されるんですよね。はい、その通りです。第一弾ロケットはですね、打ち上げられた後回収されるんですけども、はい、実は最大16回回収されているロケットがあるんですよね。16回再利用ってすごいことですよね。すごいですね、本当に、
まあ、ただ今回のような、宇宙飛行士さんを乗せたクルードラゴンの打ち上げの際には、新品かもしくは再利用回数の、少なめの第一段ロケットが使われることが多いんですよね、はい、で今回も先ほどあの真っ白な機体が見えたかと思いますけれども、今回も新品の、ロケットが使われることになっています。はい、まあ、なるほど。あのコストを抑えるために再利用して回数をこなしていくということも重要かと思うんですけれども、やっぱり人が乗っているということで人の安全性が関わるときは確実性を取って、まあ、第一段ロケット新品を使うということなんですね。はい、安全第一ですね。はい、ね、そしてこの一番上の第二段ロケットの上についていますこのクルードラゴン、これですね、おにぎりのような形をしています。こちら今古川さんがまさに乗り込んでいるという状況ですね。そうですね、このクルードラゴンも、回収されて再利用されます。はい、クルードラゴン自体はですね、全部で4機、今作られてて、今回クルーセブンということで運用段階に入って7回目のフライトということになります。はい、今回古川さんが乗っているクルードラゴン、実は若田さんも搭乗されているんですよね。で、船名が持久力とか耐久性を意味するエンデュアランスという名前のクルードラゴンになります。はい、エンデュアランスというクルードラゴンということで打ち上げまであと31秒25秒というところです。ではですね、打ち上げからの工程、打ち上げた後ですね、そのシーケンスはもう秒単位でどんどん展開していきますので、一連の流れを今のうちに皆さんと一緒に予習をしていこうと思います。ではこちらをご覧ください。こちらファルコン9ロケットの打ち上げ後の動きなんですが、このくるっと回る軌道がちょっと特徴的なんですね。ちょっと順に見ていきましょう。まず打ち上げてから1分2秒後、重要なのがマックス Q というポイントですね。そうですね、マックス Q というのはですね、はい、まあ、高速で飛ぶロケットが大気から受ける力が一番大きくなるタイミングなんですね、はい、なのでまあ壊れるかもしれないということで、まあ、見守る方としてもまあ緊張するタイミングですよね。そうですね、そしてですね、2分30秒後、第1段ロケットが分離、そしてすぐさま第2段ロケットの燃焼が始まります。そしてこの後、トカジさん注目のイベントが待っています。この第1段ロケットなんですけれども、こちらですね、打ち上げてから切り離された後、まあ、これまでは地球に戻ってきて海に浮かんでいる船の上に着陸をしていたんですけれども、今回は陸上に戻ってくることになります。そうですね、はい、今回は打ち上げられるケネディスペースセンターの、まあ、すぐ横にあるんですけれども、ケープカナベラル宇宙軍基地のランディングゾーン1と呼ばれる場所に戻ってきます。はい、クルードラゴンの打ち上げで陸上に戻ってくるのは、初めてのことだと思います。はい、でもそのためにちょっとさっきここにも出てますけど、ちょっと変わった動きをするんですよね、はい、つまりランディングゾーン1に降りていくためには、打ち上げ場所から離れていく第3ロケットを戻してこないといけないということなんですよね。こちらの図でいうと真ん中あたりのこうくるっとなったところですね、宙返りしているようなところですね。はい、でここポイントですのでちょっとやってみましょうか。はい、はい、このようにですね、はいはい、まず、通常の、船の上に降りてくるバージョンなんですけれども、はい、これまでのですね、はい、やってみます。はい、打ち上げられた後第一段ロケットは切り離されます。でその後約180度回って、はい、でしばらくそのまま飛んでいくんですよね、はい、でその後逆噴射をして船の上に着陸をするというのがこれまでの方法です。はい、ちょっと同じ方向にこう向かっていってたんですよね。そうですね、はい、はい、それに対して今回はですね、陸上に戻すわけなんですけども、はい、まあ、同じように、打ち上げられて、打ち上げられました、第一段ロケットが切り離されます。切り離されました。ですぐに180度、約80度回転し、すぐにまたエンジンが噴射されます。ドーン、はい、で発射地点付近に戻っていくわけなんですよね。シューン、はい、で最後は、まあ、同じように垂直に、着陸をします。はい、ちょっと皆さん分かりましたでしょうか。ちょっと確認のためにもう一度やってみたいと思います。はい、まずこのロケットが打ち上がります。そして第一段ロケットが切り離された後、もうこのすぐですよ、およそ180度回転するフリップマヌーバー、このフリップマヌーバーが行われまして、もうその同時にエンジンを燃焼させるブーストバックバーンが行われます。でこの様子はですね、この第2段ロケットにカメラが搭載されていると思われますので、このカメラがこのロケットの宙返りを捉えてくれるものと思います。こちら皆さん見逃さないようにしてください。そしてこの後
地上の着陸地点に向けて戻り始めます。そしていつもと同じで逆噴射をして着陸をするということになります。これ新しい言葉が出てきました。フリップマヌーバー、およそ180度回転します。そしてブーストバックバーン、エンジン燃焼して着陸地点に向かいます。この2点トカジさんポイントとなりますね。そうですね、はい。でもなんでトカジさん今回は陸上の方に着陸をするんでしょうか。そうですね、はい。海上の回収船に着陸するのか、陸上に着陸するのかは、純粋に第1段ロケットの、残っている余力に、関係する、それで決まるんですね、はい。一般的に、打ち上げ地点の近くに陸上に戻してくるためには、余分な燃料が必要になります、ですので、今回の打ち上げではそのための燃料が確保できたということになるんじゃないかと思います、はい。なるほど。そして陸上に着陸するということで何かメリットってあるんでしょうか。そうですね、はい。大西洋上で回収してそこから船で戻ってくるんですよね、それに対してケネディスペースセンターの近くの陸上に戻してきた方が、船で移動する分の時間が短縮できるので回収再利用に必要な時間が大幅に短縮できるんですよね、スペース X はもう本当に高頻度な打ち上げを目指しているので、これ今以上に打ち上げ回数を増やすためには陸上に着陸をさせて、打ち上げ可能回数を増やしていく必要性があるんじゃないかと思います。今もかなりの回数を打ち上げてますけども、やってますね、もう50回以上やってますからね。4日に1回は打ち上げてるというふうに ね、はい、聞きましたけれども、もうどんどんもっと増やしていこうとしているわけですね。100回とかっていうのを聞いてますね。では打ち上げのシーケンス続き見ていきたいと思います。次はですね、6分21秒後第1段ロケットを減速させるための逆噴射エントリーバーンが行われます。そして7分27秒後第1段ロケットが着陸のための逆噴射ランディングバーンを行いまして速度を落として降りてきます。そして7分43秒後に陸上のランディングゾーン1に着陸をする予定です。トカジさん、この着陸のシーンもポイント見どころですよね。そうですね、陸上に帰ってくるときには、地上にカメラを設置することができますので、海の上の回収船に着陸するときとまた違った迫力ある映像が見られるんじゃないかと、期待しています。はい、結構ね、この着陸のシーンもこう白い煙がぶわーっと広がってかなり夜だから幻想的に見えるんじゃないでしょうか。そうですね、周りが暗いので、エンジン噴射の明かりがすごく明るく見えるんじゃないかなと思いますね、はい。この映像も皆さん楽しみにしていてください。そして8分48秒後第2段ロケットのエンジン燃焼が終了いたします。この時点で無重力状態にキャビンの中がなるんですよね。そうですね、その時点で地球を回る軌道に入ったっていうことなので、クルードラゴンのキャビンの中は無重力状態になっているはずです、なのでちょっと宇宙飛行士さんたちのついている紐がぷかぷか浮いてきたりですとかキャビンの中がこう無重力だなって分かるような映像が入ってきそうですね。そうですね、このタイミングでゼロ G インディケーターとかが見られることもあるんですよね。後ほど、ご紹介しようと思ったんですけれども、ゼロ G インディケーターというのは無重力の証になる、ぬいぐるみがこのキャビンの中に乗っているんですよね。そうですね、毎回違うんですよね、これがね。そう、もう一人の搭乗員というふうに言われておりますので、皆さん映るかどうか分かりませんが楽しみにしていてください。そして最後に12分後クルードラゴンが第2段ロケットから分離 ISS 国際宇宙ステーションへと向かいます。はい、クルードラゴンが切り離され、軌道が正常であるというそういう、宣言があればその時点で打ち上げは成功と言っていいと思います。はい、ということでここまでの全工程をトカジさんのマニアックな解説付きで2人で実況しながらお伝えしてまいりますので、打ち上げ後の展開も皆さん楽しみにしていてください。さあ、では今回もニューヨークにいらっしゃる末岡さんにも参加していただきたいと思います。ニューヨークは間もなく深夜の3時ということで、末岡さん夜更かしでお仕事をありがとうございます。末岡さん、お願いします。よろしくお願いします。はい、はい、今週水曜日にではですね、インドが月の南極に着陸したというニュースが入ってきました、はい。そして NASA のこのネルソン長官、アルテミス計画を率いるネルソン長官ですけれども、私たちが目指すのはこれまでとは別の月だと、南極に行くというふうに明言していて、月の南極というのが非常に熱い言葉になっています。はい、別の月と称するほど特別な場所、その南極とはどういうところなんでしょうか。
はい、その南極のキーワードなんですけど、キーワードはですね、水になります、はい。月の大気はですね、非常に薄いために、これまでは長い間ですね、月には水とか氷は存在しないというふうに考えられていました、はい。しかし近年の研究では月の南極と北極付近にはですね、氷が存在するというふうに言われています。こちら月の南極と北極の、画像なんですけれども、見ていただければと思うんですが、この南極と北極あたりにですよ、でですね、このクレーター、このデコボコとしたクレーターがたくさんあります。で、この極地には太陽の光が直に当たらないので、こうクレーターが深いデコボコした部分には氷が存在するというふうに言われているんですね、はい。で、この南極の方がですね、これ見比べていただければわかると思うんですけれども、このより深いクレーターが存在しているため、より多くの氷が存在する可能性があると言われています、はい。この緑色でこう点が入っているところが氷があるという場所が言われているんですけれども、これ見ていただけると、確かに北極と比べて南極の方がたくさん多くの緑があって、氷がたくさん存在するというふうに言われています、はいはい。で、宇宙空間ではですね、この水というものはとても貴重なものになります、この国際宇宙ステーション ISS では、この宇宙飛行士の汗や尿のこれを水をですね、再利用、処理して再利用してまた飲み水に使ったりというような形にしているんですよね、はい。やはり水というのは地球から運ぶとすごく重たいものでありますので、これから人類が月や火星を目指すにあたって、水というものはとても大事なものになってきます、はい。で、さらにですね、水は飲料だけではなくてロケット燃料にも使える可能性があるというふうに言われているんですよね、トカジさん。そうですね、水は電気分解することで酸素と水素に分けることができます。で、その水素と酸素っていうのは、ロケットエンジンの燃料になるわけなんですよね。なので、月からさらに遠くに行くときに、月で、そのロケット燃料、水素と酸素を補充できるようになるっていうのは、また大きな、メリットになると思いますね。そうですよね。ですので、この水があるとされているこの月の南極というところを今こぞって各局が目指しているという形になっています、はい。NASA のネルソン長官は今月ですね、他国の宇宙船が2機南極に着陸するでしょうというふうに述べました。で、実際にですね、その月の南極に今週水曜日、インドが初めて着陸に成功したんです。これまで月面着陸に成功した国はアメリカ、それから旧ソ連、中国の3カ国だったんですけれども、インドは初回にして月の南極に着陸したということで、これは世界初の快挙というふうに言えます。で、一方でロシアは今月47年ぶりに月面探査機を打ち上げて月の南極に着陸する予定だったんですが、日本時間の今月19日に通信が途絶えて月面に衝突する結果となりました、はい。今回はインドとそしてロシアという形が月の南極を目指したという形なんですけれども、今後はこれにですね、アメリカや中国は月の南極を目指してくるという形になると思い見られています。はい、もう月を目指して各国がしのぎを削っているという状況なんですね。そうなんですよね。アメリカが強く警戒しているのが中国なんです。中国は宇宙強国ということを目標に掲げています。こちら NASA のネルソン長官はですね、我々は中国と宇宙開発競争をしていると、中国は友人で月の南極に到達して、ここは我々のものだ、出ていけということは望まないというふうに中国を強く牽制しているんですよね、こちらアメリカの月の計画、アルテミス計画なんですけれども、2022年には無人宇宙船で月の周回に成功しました。そして来年の2024年には有人の宇宙船での月の周回を目指していて、2025年に有人での月面着陸を目指しています。一方こちら中国なんですけれども、中国もですね、月開発の計画には嫦娥計画という名前が付けられています、はい。2019年には無人の探査機が月の裏側に着陸して、2020年には月の土壌を採取して地球に持ち帰ることに成功しました、はい。そして中国は2030年までには有人での月面着陸を目指すとしていて、まさにアメリカと中国が月をめぐってこうバチバチと宇宙開発競争をしているという形になるんですよね。
月だけではなくて、もう宇宙空間そのもの全体でもう開発競争は激化しているんですよね。はい、うん、そうなんです。アメリカの民間企業スペース X が行ったロケットを再利用するための垂直着陸、先ほど詳しく解説もありましたが、はい、この垂直着陸にですね、今月中国の企業が実験を行って成功したんです。こちらがその時の映像なんですよね、はい、ちょっと上空に上がってきましたけれども、そうなんです。でこのロケットが上空に上がっていって、この後着陸していくという形になります。まさにこの戻ってきてますね、綺麗に。そうですね、これが戻ってきて、これがゆっくりと地上に降りていくと。さっき解説がありましたけど、第一段ロケットを切り離して再利用のためにもう一度着陸させるという、この技術をまさに中国も身につけてきているというような形になりますかね。もう綺麗にまっすぐと、うん、もう着地に向かっていましたけれども、まさにアメリカの技術を追いかけているという状況なんでしょうか。はい、そうですね、そのような状況だと思います、はい、そして今年7月には世界初の液体酸素メタンを使ってロケットの打ち上げにも中国は成功しています、うん、これまでのロケットエンジンと比べて燃料タンクが小さくなるなどの利点があるというふうに言われています、うん、はい、戸梶さんいかがですか。そうですね、うん、先ほどメタンのロケットのエンジンの話がありましたけれども、まあ、液体水素を使う場合と比べて、まあ、性能は若干落ちるんですよね、うん、でもコンパクトで取り扱いがしやすいっていうことと、うん、あとは、まあ、火星に往復するというようなことを考えた場合はメタンって火星で補給できるんですよね、うんうん、まあ、そういう利点があるのでスペース X のスターシップなどは、今メタンと液体酸素のエンジンを開発しています。はい、うん、はい、そしてですね、さらにこのアメリカのワシントンポスト紙では中国についてこのように評しています。中国は宇宙が究極の高みであることを認識していて、それを支配したいと考えていると、うん、中国は静かにしかし執拗に兵器庫を開発しようとしているというふうに中国のことを評しているんですね。はい、この宇宙開発の技術は軍事技術にも直結しますから、今後の中国の動きにも目を離せないですね。このような各国の宇宙開発競争が行われている中で、はい、日本としてはどのような役割が期待されているんでしょうか。はい、日本もですね、アルテミス計画に参画していて、日米両政府は今年1月、うん、宇宙協力に関する協定に署名しています、はい、同じ西側諸国の価値観を持つ国同士として中国の宇宙の軍事開発競争に対して、うん、宇宙の平和利用というものを後押ししていくという、そういった役割が日本には求められそうです。はい、わかりました。末岡さん、ここまでありがとうございました。打ち上げ後もまた現地の情報をお願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、戸梶さん、日本の役割というお話もありましたけれども、クルードラゴンに日本人宇宙飛行士が登場するのは、うん、今回の古川さんで4人目ということで、2020年の運用初号機に野口さんが登場してから4年連続毎年選ばれているということなんですね。そうですね、はい、それは日本が重要な国際的なパートナーであると、うん、認識されているという、そういうことの表れじゃないかと思いますね。はい、分かりました。ということで、打ち上げまであと13分54秒というところまでやってまいりました。はい、クルードラゴン間もなく打ち上げということで、私たちもちょっと緊張気味になってきましたけれども現在古川さんたち宇宙飛行士はクルードラゴンに乗り込んでいるんですけれども、今から4時間ほど前に宇宙服に着替えるなどの準備に入っていました。戸梶さん、ここまでのシーケンス一緒に見ていきましょう。はい、まずスーツアップです。はい、これはクルードラゴンに乗り込むときはですね、船内用の宇宙服を着るんですね。はい、かっこいいんですよね、これがね。古川さん、顔見えますかね。はい、古川さん、画面の右側にいらっしゃいますね。そうですね、はい、実際左側アンドレアス宇宙飛行士でしょうか。そうですね、みんなで楽しそうにグータッチをしておりますね。はい、
ちなみにですね、この宇宙服なんですけれども、ヘルメットは 3D プリンターで作られているということで、グローブはタッチスクリーンに対応しておりまして、デザインはアベンジャーズなどに携わった衣装デザイナーが作っているということで、とてもかっこいい宇宙服となっています。はい、じゃあちょっと次に行きましょうか。次はクルーウォークアウトを見ていきましょう。はい、こちらです。はい、戸梶さん、このクルーウォークアウト、ニームアームストロングオペレーション&チェックアウトビルディングというところから出発します。そうですね、この扉を抜けて、歴代の宇宙飛行士さんが宇宙へと旅立っていったわけなんですよね。本当に歴史のある建物なんですよね。はい、歴史のある扉から出てきた4人の宇宙飛行士の皆さん、はい、ちょっとご紹介したいと思いますが、はい、車にすぐ乗り込みますかね。今家族や関係者の皆さんに挨拶をしに移動しました。こちらですね、順番的には一番映っている左側がコンスタンチンさん、ロシアの宇宙飛行士さんです。そして左から2番目が古川さんですね。そうですね、はい、そして古川さんの正面に日本の国旗、左側の腕につけた青いブルースーツの方が大西宇宙飛行士ですね。大西さんですね。大西さんが今ちょっと背中です、ね、はい、いらっしゃっています、はい、古川さん手を振って大西さんと何かお話をしているようなんですが、今写真を撮ってますね。今見えてますね、撮ってますね、はい、大西宇宙飛行士が宇宙飛行士さんがこう宇宙に行くときって、うん、宇宙飛行士が一人サポートにつくというふうに聞いたことがあるんですけれども、ね、大西さんがその役割なんでしょうか、ね、そのようですね、はい、お顔がちょっと見えました。はい、そしてですね、その奥、古川さんの奥にいらっしゃるのがアンドレアスさんというデンマークのヨーロッパ宇宙機関 ESA の宇宙飛行士さんとなっています。あ、そして一番奥の方も見えましたね。一番右側です。一番右側、ジャスミン・モグベリさんという女性の宇宙飛行士なんですよね。今回のコマンダーですね。はい、今回はコマンダー船長を務められます。女性の船長ということで、経歴としては元海兵隊のヘリコプターのテストパイロットだったということで、すごいですね、はい、頼りがいのあるパイロットということになっております。そしてですね、その古川さんのお隣はですね、アンドレアスさん、デンマーク出身の宇宙飛行士さんです。あ、なんかアクションをして楽しそうに投げキスをして、お子さんに投げキスしてますね。そうなんですよね。ジャスミン・モグベリさんは2人の双子の女の子のお母さんということで、はい、別れを惜しんで今車に乗り込みましたね。はい、黒いテスラに乗って発射台に向かいます。はい、そして打ち上げまで10分を切りました。はい、打ち上げまで10分を切っているという状況です。クルーウォークアウト、戸梶さん、バイーって書いてありますね。バイーですね、これはまあグッバイということなんじゃないかと思うんですが、はい、バイーって初めて見ましたね。車のナンバープレートバイーと書いてあります。NASA の実況されている方もバイーっていう発音で言ってましたね。はい、そして黒のテスラに乗り込みました。この黒いテスラに乗り込むというのは前回から色が変わった。そうですね、私が、ね、知ってたのは白いテスラだったので、あ、黒くなったんだなっていうのがでしたね。クルー6から聞いてます。そうですね、はい、今回特徴的なのはクルー全員の国籍が違うことなんですね。4人とも違うんですよね。そうですね、クルー7は4人のクルーの国籍がアメリカ、デンマーク、日本、そしてロシア、全員違うんですよね。はい、で全員の国籍が違う4人以上の宇宙船のクルーというのは世界初だということだそうです。はい、発射台に向かう車の音楽のプレイリストは、古川さんはちなみに80年代の J-POP だそうです。はい、そして今回のミッションパッチ見ていきたいんですが、出ますでしょうか。はい、こちらとなっています。今回クルー7のミッションパッチはそれぞれの母国語で名前が書かれています。日本人宇宙飛行士古川さんの名前は漢字で書かれているんですね。ちょっと見えにくく古川って書いてありますね。そうですね、まあ、今まではアルファベットで表記されてたんですけれども、はい、日本人宇宙飛行士さんの名前が漢字で表記されたのは今回おそらく初めてなんじゃないかと思います。はい、まあ、これはですね、国籍とか文化の違いを多様性として尊重するという、まあ、そういう考え方の表れなんじゃないかと思います。
はい、では続いてクルーイングレスを見ていきたいと思いますけれども、こちら発射台に到着したシーンですね。そうですね、あの見上げているシーンですね。見上げているところですね、はい、そしてこのように移動しまして、ロケット発射台に到着、クルードラゴンに乗り込んでいくということです。はい、それをクルーイングレスと呼びます。はい、宇宙飛行士さん、まもなく映像でも、乗り込まれる、あ、今も乗り込まれるところかな。はい、こちら2時間35分前の、そうですね、はい、状態になります。はい、皆さん、あの花弁のところにサインをした後乗り込んでいきますね。これ伝統なんですよね、皆さん必ずここで何かサインをした後乗り込んでいきます。はい、で乗り込んだ後、ハッチが閉められ、クルードラゴン船内ではチェック作業が進められるということになりますね。はい、今ね、この手前の背中、コンスタンチンさん、ロシアの宇宙飛行士さんですけれども、なんかちょっとユーモアある方ですね。そうですね、なんかちょっとダンスしてたりとかっていうシーンもあったので、ダンスしてたりとかしますね。はい、そして乗り込んでいく様子はちょっと映らないですかね。はい、映っている中のキャビンの様子にが見られると嬉しいんですけれども、ね、キャビンの様子に映ることできますでしょうか。はい、黒いスタッフさん、忍者さんいっぱいいますね。そうですね、この黒い衣装を身にまとって背中に数字が書かれているこのスペース X のスタッフを、高木さん何と言うんでしょうか。忍者と言うんですよね。はい、忍者と言います。最初の時から忍者忍者って言われて話題になってましたよね。そうなんですよね、この準備の様子もね、ずっと見ていられますよね。いや本当そうですよね。そしてこっちをニヤニヤ見ているのが、あのコンスタンチンさんですかね。古川さんの今準備、手前背中が古川さんですね。日本の国旗が見えました。はい、この状態、先にジャスミンさんとアンドレアスさんが乗り込んでいますので、この後古川さん今乗り込みましたね。はい、今乗り込みましたね。順番にキャビンの中に乗り込んでいくという、はい、今シーンです。あ、バイバイということでコンスタンチンさんがキャビンに乗り込みます。もっとリラックスしますね。そうですね、笑顔がね、皆さん見られますね。打ち上げまであと5分30秒となりました。皆さん乗り込みました。今見えているのが、はい、船長とパイロットの2人ですね。そうですね、来る皆さんが見えてきました。古川さん、一番この画面の右側に座っております。4人の紹介でクルー全員国籍が違うということをお伝えしましたけれども、古川さんも会見で、異なるバックグラウンド、そして経験を持つクルーが力を合わせてチームを作ることにより、そのチームはより強いチームになると考えておりますとおっしゃっておりました。そうですね、はい、まあ、若田さんの打ち上げの時から、地上ではアメリカとロシアの対立はまだまだ続いてますけれども、まあ、こうやって宇宙ではアメリカとロシアって協力してるんですよね。はい、なのでこの宇宙での協力関係が地上でも、いい影響を及ぼしてくれることを期待したいところではあります。はい、そして42分前にアクセスアームの退避がありまして、打ち上げは今のアクセスアームの退避、そしてクルーが乗り込むときに使われたブリッジが外されて、35分前から燃料注入がされています。そしてライブ映像に戻れますか。今、はい、は左のライブですか。あ、こちら、あ、これライブ、こちらですね。はい、もう今4分を間もなく切るという状況ですので、もうシーケンサーも現在ここまで進んでおります。そうですね、はい、1分前に、内部電源に切り替わって、進んでいるところで、次はまあ45秒前に、スペース X の打ち上げ責任者が打ち上げていいかどうかの最終的な判断をします。はい、まあ、それを Go for launch っていう、宣言があれば打ち上げということになります。はい、まあ、ここに来ても中止になることも、まあ、あるので、無事に上がるまでは本当に緊張感がありますね。そうですね、まあ、今回使われるファルコン9って今年に入って4日に1本打ち上がってるんですよね。なので、まあ、信頼性がすごく高いロケットではあるので、比較的まあ安心はできるんですが、まあ、それでも緊張しますね。はい、ということで打ち上げまでもう3分30秒を切ったというところです。打ち上げ後のスケジュールでちょっと重要なところだけ確認していきたいと思います。はい、重要なところ、トカジさんの
注目イベントです。切り離された第一弾ロケットはフリップマヌーバによっておよそ180度回転するとともにブーストバックバーンというエンジンの燃焼が行われます。さっき榎本特製の紙芝居でお見せしたところです。展開早いですがすごく面白いところなので皆さん注目をしてください。そしてもう一つ注目なのが陸上のランディングゾーン1に着陸するというところですね、はい、この着陸のシーンも皆さん注目してください。はい、十勝さん着陸どんなところが楽しみですか？そうですね、まあ、いつもない、フリップマネーバーからの、ブーストバックバーン、はい、そしてもし地上から見られれば非常に迫力のあるエントリーバーンとランディングバーン、まあ、直前着陸する直前には地上からの映像が見られると思うので、そこがどんな迫力があるのかがすごく楽しみですね。はい、ちょっと夜の打ち上げということもありまして、うん、まあ、暗い中でどこまで映像として見られるのかは分からないんですけれども、このイベントを皆さん存分に楽しんでください。そしてですね、最後に12分後クルードラゴン第2弾ロケットから分離して ISS 国際宇宙ステーションへと向かいます。はい、クルードラゴンが切り離されて軌道が正常ですっていうそういう宣言が必ずあるので、それがあれば打ち上げは成功ということになります。はい、打ち上げまで2分を切りました。あと1分37秒といったところです。十勝さん、はい、この45秒前のゴーフォーローンチというスペース X の打ち上げ責任者が打ち上げを判断する言葉ゴーフォーローンチという宣言があるのをちょっと待ちたいと思います。そうですね、もう3分40秒ないですかね、もう間もなくなので、もうすぐ1分15秒を切ったというところですので、45秒前になると5なのか否かという判断が下ります。はい、現在1分5秒前、まもなく1分前を進みます。そして十勝さん、打ち上げの瞬間の言葉も聞き逃さないようにしたいですね。そうですね、はい、ちょっと聞けるかどうかわからないですが、ちょっと耳を澄ませたいところです。 Dragon's flight computer in countdown and configured for launch and the flight termination system now armed less than a minute until liftoff today. This flight termination system. Go for launch. 出ましたね。ああ、出ましたね。Go for launch 出ました。予定通り打ち上げです。はい。Go が出ますので。You heard it. Crew 7 getting the go for launch. はい。打ち上げまで30秒を切りました。それでは皆さん、Go for launch. Go が出ましたので、この打ち上げを見守ってください。T-minus 15, T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, engine full power, and liftoff. Go Falcon, go Dragon, go Crew 7. Endurance ascends, an international crew Copy, destined for the International Space Station. Stage one propulsion is nominal. Good calls from the propulsion officers here. Propulsion's nominal. Hi. 打ち上げられました。月風未来の宇宙探査につなげていくため、古川宇宙飛行士が宇宙へと挑みます。まるで朝日のような打ち上げでした。そして現在画面が表示されました。画面の左下、スピードと高度が表示されています。左がスピード、右が高度です。そして1分2秒のところでマックス級に入ります。十勝さん、一番緊張する場面ですね。そうですね、機体が大気から受ける力が一番大きくなるタイミングなので緊張するタイミングです。まもなくですね。まもなくです。まもなくマックス級。There's the call out that Crew 7 is now moving faster than the speed of sound. ちょっとコールは聞こえなかったですけど、あ、今行きました、はい、マックス級、今マックス級通過しました。超えました、はい、今地上からの映像ですけれども、ものすごい炎が上がっているのが見えています。そしてこの後イベントが続きますので、皆さん見逃さないようにしてください。まず2分30秒のところで第一弾ロケットが切り離されます。そしてこの直後に注目のイベント、先ほどお伝えしました
フリップマヌーバー、そして第1弾ロケットが180度回転、また立て続けにブーストバックバーンという第1弾ロケットのエンジン燃焼が始まります。2分30秒のところです。早いので皆さん目を凝らしてください。はい、ブーストバックバーンを行うことでいつもの回収船ではなくて陸上に戻ってくるわけなんですよね。はい、昼間の打ち上げであれば見えるんですが、今これは地上からのですけれども、フリップマヌーバーとかブーストバックバーンの様子が綺麗に見えるんですが、今回どうですかね。はい、2分30秒のところです。今第一弾ロケットの燃焼が終了しました。こちら2画面になりましたけれども、右側の画面に注目してください。2分30秒のところで第一弾ロケット切り離しが行われますが、右側のところで回転が見られると思います。今メインエンジンカットオフ、カットオフ、第一弾ロケット切り離しがまもなく行われます。切り離されました。右側で第3ロケット今回転が見えていますが、いかがでしょうか。フリップしてきましたね。フリップマヌーバー今180度回転見られたかと思います。綺麗に見えましたね。綺麗に見えました。カメラでいい感じでしたね。よかったですね。こちら現在映っているのは第2弾エンジンが燃焼しているところです。そして先ほどきれいに回転しました第1弾ロケットなんですけれども、現在はエンジンの燃焼が始まっていて、その陸上の着陸する場所に向かっているという状況ですね。そうですね。ちょっと画像映像ないんですけれども、今ブーストバックバーンをやっているはずですね。順調にフロリダに向けて戻っている頃だと思います。はい、今の左側にはもうすでにクルーの姿が映っているという状況です。そうです、船内の様子はい、いますね。はい、現在は第一弾ロケットがその着陸に向けてどんどん進んでいるという状況です。ちょっとねクルーの映像入ってきてしまうとクルーの方が気になってきますね。そうですね。一番左側に映っているコンスタンチンさん、ロシアの宇宙飛行士さんが何か工程表でしょうかね、手に持って何か見ている様子が、なんかタブレットかなんか、タブレットですかね。この画面の一番奥の右側に映っているのが古川さんとなっています。トカジさん、はい、先ほどフリップマヌーバー綺麗に見えましたけれども、第一弾ロケット簡単に回っているように見えますけど、これすごい技術なんですよね。そうなんですよね。周りに比較できるものは何もないので、大きさがあんまり実感湧かないかもしれないんですけど、実は第一弾ロケットって50メートル近くあるんですよね。なんで、地上でいうとだいたい20階建てのビルぐらい、そんな大きなものがくるっと回っていうのは、それが、ね、想像してもらえばすごいじゃないですかね。とんでもない凄さだということ、20階建てのビルと想像していただけたら分かるかと思います。はい、そしてこの後ですね、切り離された第一弾ロケットの様子は6分21秒のところでエントリーバーンというエンジンが点火をされたら明るくなって様子が見えるかと思いますので、ちょっとこの6分21秒で展開されますエントリーバーンの説明を戸梶さんお願いします。はい、エントリーバーンというのはですね、一旦高い高度が高いところから落ちてくるような形なので減速しないといけないんですよね。はい、なので、減速させるためのエンジン逆噴射ということになります。はい、第一弾ロケットが着陸に向けて地球にこう落ちていくというような状態になるわけですから、逆噴射をすることで速度を緩めていかないといけないということですね。そうですね。はい、そしてですね、6分21秒まであと1分ほどとなりました。いつも第一弾ロケット見事に着地する姿に感動するんですけれども、今回は陸上に着地をするということで、その瞬間地上の映像が入ってきたら嬉しいですね。そうですね、それね、見られるとすごくすごい楽しみで今ドキドキしてるんですけど、はい、どうでしょうか。6分21秒でエントリーバーンです。エントリーバーンが始まるにあたって、この左側のですね、今クルーの皆さんが映っている画面が変わりました。変わりましたね。よかったです。こちら真っ暗な状態ですが、ちょっと奥の方に光が見えているの分かります。多分これ地球の表面の地上の明かりかと思うんですが、今エントリーバーン始まりました。第一弾ロケットのエンジン燃焼11秒ほど続くかと思うんですが、あれもう消えます、ついてますね。
エントリーファン、ちょっと見えづらいですね。今あの地球に向けてこう落ちているという状況で、まあ、少しあのこう周りにこう光が見えるのがこう地球の夜景といいますか、光かと思います。着陸地点周辺の多分明かりかと、はい、そして7分27秒からランディングバーン、第一弾ロケットが逆噴射をしてさらに速度を落としていきます。あと20秒ほどですね。徐々にこう地球の方に近づいていく様子分かりますか？光が、ね、だんだん大きくなっていく様子皆さん分かりますでしょうか？今真っ暗なんですが、7分27秒からのランディングバーンで、はい、あ、今始まりましたね。様子が見えてきます。ランディングバーン開始されました。右側の画面がもしかしたら地上からの映像に なりましたね。なりました。今足が開きまして、はい、地上に着陸です。着地です。はい、無事に見事に着地しましたね。わ、相変わらず安定した危なげない着陸でしたよね。危なげない着陸、何度見ても感動しますね。そうですね。ちなみに今回の着陸成功は220回目、はい、で連続成功回数、連続の成功回数が146回、はい、すごいですよね。この数連続で146回成功しているということで、いやものすごい成功率ということになりますね、はい、そして8分48秒のところで第2弾ロケットが燃焼終了する予定です。こちら現在映っていますのが第2弾ロケット燃焼状態のシーンですので、こちらが燃焼終了します。8分48秒のところです。まもなくですね。いや無事に全部見られてちょっと安心してますが、そうですね、まだまだね切り離しまでは気が抜けないですね、はい、ちゃんとした軌道に乗ってるかどうかが大事なので、はい、最後まで見たいと思います。はい、まもなく燃焼終了です。 MVAC shutdown、はい、今燃焼終了です。はい、第2弾ロケット燃焼が終了いたしました。ここからはキャビンの中無重力になっているという状態です。無重力を感じるような映像が入ってくるかもしれません。こちら現在のクルードラゴンの場所で、あ、クルーの映像の中の様子入ってきます。ああ、何か何ですかね、これ、はい、何か、あ、え、怠け者、怠け者、ゼロ G インディケーター無重力を確認するための目印になるぬいぐるみ出てきました。怠け者のぬいぐるみですか、はい、かわいいですね。握手をして喜び合っております。軌道も正常というコールもあったので、あとはこれで、切り離しが問題なければ打ち上げ成功というので切り離しを待ちたいと思いますね、はい、この切り離しはですね12分のところでクルードラゴンの切り離しが行われます。あと2分ほどですね。今綺麗に見えてますね、はい、ゼロ G インディケーターがこんなに鮮明に見えることは初めてです。そうですね、いつもなんだろうって、はい、いうことが多かったですけど今回は綺麗に見えますね、一番奥に古川聡宇宙飛行士が乗っています。はい、古川さんは59歳ということで今回2回目の宇宙飛行、若田さんと並んでの日本人としての最高齢の宇宙飛行ということです。はい、あのアンドレアスさんが遊んでますね。カメラに近づけてくれてますね。見せてくれてるんでしょうかね。こんな感じですね。ポンポンして遊んでおります。アンドレアスさんはクルーセブンでパイロットを務めています。今ね一番大きく映っている方です。デンマーク出身の宇宙飛行士さんです。あのスペース X のクルードラゴン初のアメリカ人以外のパイロットということなんですね。そうですですね、今回初めてですね、アメリカ人がずっとパイロットもやってこられたので、うん、アメリカ人以外のパイロット初めてですね、はい、あと1分ほどで切り離しが行われますが、ちょっとこのキャビンの中私たちも楽しみたいと思います、はい、
生クリモノ君が無重力ということをお知らせしてくれていますけれども、このアンドレアさんのお隣奥ですね、右側に座っていますのがジャスミン・モグベリさん、女性の宇宙飛行士、 NASA の宇宙飛行士で、今回はクルーセブンで船長コマンダーを務めています。そして管制室の様子がそうです、これはカリフォルニアのスペース X の方の管制室ですね。はい、入ってきました。この切り離しに向けて喜びの姿を映そうとしているんでしょうか。多分管制はその後ろにいるからですね。そうですね、まもなくあと5秒で切り離しが行われます。はい、12分になりました。はい、Of course, you also have continued telemetry readouts from Dragon and Stage 2 in the bottom left-hand corner of your screen. どうでしょうか、クルードラゴンの切り離し。まもなくだとは思うんですが、はい、ちょっと時間遅れてますね。そうですね。事前に聞いてた秒数がちょっとずれてますね。歓声が上がりました。クルードラゴンの、分離を確認したと。今映りました。クルードラゴンが宇宙空間にまっすぐと進んでいく様子が映っています。はい、これを持って打ち上げ成功と言っていいと思います。光輝いていて綺麗ですね。そうですね。光を、太陽の光でしょうか、受けてクルードラゴンが幻想的に輝いております。打ち上げ成功です。成功ですね。はい、おめでとうございます。ほっとしました。行ってらっしゃい、古川さんの声が行ってらっしゃいって言ってましたね。はい、行ってらっしゃいってことは古川さんじゃないですね。じゃあ、多分地上のからのコメントでしたね。We'd like to thank the multitude of people who've led us to this unique moment. We may have four crew members on board from four different nations. それぞれメッセージ送ってるんでしょうか、今。今地上からメッセージが行って、それに対して多分コマンダーの方が返しているところですね。はい。To serve to benefit our beautiful home planet and those on it. As you said, human spaceflight requires an unparalleled level of vigilance and rigor, and we thank all those who prepared not only us but also this truly impressive spacecraft for flight.Finally, to our families, carry the greater burden of our choice to explore. Thank you. Go 37. Awesome ride. 素晴らしいフライトだった。あ、じゃあ今ジャスミンさん。そうですね。Really incredibly moving words from Commander Jasmine Mokbeli now that she and her international team are up in space. That is going to end our coverage from Hawthorne until we pick back up with our docking coverage, like Leah mentioned, just about 30 hours from now. But for now, I'm going to hand it back over to Daryl and Jessica at Kennedy Space Center to wrap up our launch coverage tonight. Hi. Hi.打ち上げの放送もラップアップに入ったっていうことですね。はい、はい、ということで、ではここでニューヨークの末岡さんとも喜びを分かち合いたいと思います。末岡さん、はい、はい、最新情報お願いします。打ち上げ、はい、打ち上げの瞬間ですけれども、まあ、アメリカの各局はどのようにこの瞬間を伝えるかと各局のモニターを見てたんですが、はい、こちらもう深夜3時を回ってるということもありですね、CNN ですとか、あと MSNBC とか24時間のニュースチャンネルも打ち上げを生放送でやるという感じではありませんでした。はい、で一方でこちらご覧ください。NASA のツイッターはもう早速更新されています。先ほどですけれども、 We have lift off とエンデュアランスアセンスとスペースと、今ちょうど発射しましたと、エンデュアランスは宇宙へ向かっていますと、うん、次の停留所、次のストップは ISS、宇宙ステーションですというふうにつぶやいています。はい、そしてもう一つですね、この NASA のもう一つのコマーシャルクルーというツイッターがあるんですけど、こちらも打ち上げの速報をツイートしてます。ツイッターじゃないですね、もう X ですね、ツイッターだと X ですけれども、はい、ポストですね、打ち上げの速報をポストしております。はい、とあとはこちらにですね、今回の第一弾ロケットをもう切り離して、陸上に降ろすんですよみたいなこともポストされています。はい、こちらニューヨークからは以上です。はい、末岡さんありがとうございます。はい、末岡さんの個人的な打ち上げの感想って何かあったりしますか。あ、はい、私もこちらで見てたんですけども、先ほど東京でもおっしゃっておられましたけど、本当安心して見られるというのが第一印象でした。はい、スケジュール通りきちきちと想定通りに進んでいくので、うん、もう何かあったらこうドキドキしながらではなくてですね、本当に安心して見られる
あの発射で、あの宇宙への旅、それから宇宙への発射っていうのが本当に日常のもう当たり前になってきてるなっていうのを感じた、発射でありました。はい、まあ、こうやって安定して安心して打ち上げられるということで、まあ、民間の宇宙旅行というのにもつながってくるんですかね。そうですよね、はい、あの今はこのスペース X 以外にもいろいろ会社が民間に参入してますので、民間の宇宙利用というのは今後さらにどんどん進んでいく形になるかと思います。はい、瀬岡さん深夜にありがとうございました。ありがとうございました。はいはい、この後ゆっくりお休みくださいということで、無事にクルードラゴン打ち上げ成功したということで、今クルードラゴンは ISS に向かっております。ということで、ここで古川さんの注目ミッションをちょっと見ていきたいと思います。古川さんのミッションには月火星を見据えた将来の国際宇宙探査に向けたミッションがあります。その一つに若田宇宙飛行士から引き継いだ次世代水再生技術実証システムというものがあります。そうですね、今国際宇宙ステーションの、飲料水の一部は、宇宙飛行士さんたちの尿などを、NASA のシステムを使っているんですが、再利用しているというところがあるんですよね。JAXA ではそれをさらに、性能向上させた次世代型の水再生システムの軌道上の実証実験を行っています。はい、末岡さんの中継にもあったように、あの宇宙での生活では水がとても貴重ですから、水再生技術は日本の強みにもなりますし、地上では被災地に役立てようともしているそうです。またですね、宇宙飛行士さんのお手伝いをするかわいい新型ロボットの実験も古川さん行います。はい、はい、画面あ出ましたね、出ましたね、イントボール2ですよね。こちら写真のね、古川さんの、はい、手をこうされている横にね、あ、そうですね、そう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 、映りました。はい、なんかガンダムのキャラみたいですよね。可愛いですよね。はい、可愛いです。はい、このイントボール2っていうのは、地上の管制官からの、操作によって、国際宇宙ステーションの中を飛び回って、写真であるとか動画を撮ってくれるんですよね。で、宇宙飛行士さんの代わりにそういう作業をしてくれるので、宇宙飛行士さんすごく忙しいので、その作業時間を、肩代わりしてくれる、そういう、ことを目的としたロボットです。はい、私、あの開発された方からお聞きしたんですけれども、初号機よりももう機敏に目的地まで動くことができるようになったそうで、自分の力で飛び回ることができるんだそうです。そして自動で充電器に戻ってくるんですごいですね。はい、本当にまさにガンダムキャラみたいですよね。そうなんですよ。これ今多分これ地上での写真だと思うんですけども、国際宇宙ステーションの中ではふわふわ浮くこともできるはずなので、希望を持ちる中で、飛び回るイントボール2、その姿早く見たいですよね。はい、もう SF だった世界がもうどんどん現実になってきますね。そうですね。はい、そして戸梶さん、もうクルードラゴンの打ち上げ、先ほども末岡さんともお話ししましたけれども、安定していても成功することが当たり前のようになっていますよね。開発段階でのスペース X 社は、ものすごく大胆で失敗を恐れないというのが印象的です。そうですね、今画面に出てるかと思うんですけれども、今でこそ何の危なげもなく安定して着陸していますけれども、そこに至るまではもう今見ていただくと分かるように、スペース X 社って数々の失敗を繰り返してるんですよね。でもそれをこうやって隠さずに、むしろ公式の動画として出すって、これは同じ技術者から見てもすごく好感が持てますよね。はい、でも成功するために失敗は避けて通れないんだと、むしろ成功するのに必要なことだ、失敗すること必要なことだと思ってるんじゃないかとすら感じますよね。はい、こう音楽に合わせてこの失敗を繰り広げている映像を出すってすごくこうユーモアもありますよね。うん、また最近印象的だったのが、月火星に行くために開発されているスターシップというロケットの試験飛行の時の様子、印象的でした。そうですね、これですね、今ちょうど、エンジンが点火された時ですけども、これなかなか上がらなくて、上がれと叫んだぐらいです。はい、わかります。重そうなんですよね。エンジンが何機かやっぱり点火できなかったこともあって、非常にゆっくりとしてペースで上がっていったんですが、こちら今上がっていって順調に打ち上がったかのように思えたんですけれども、若干なんか傾いているように見えたんですよね。左側の下にこうエンジン点火がどん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 消えていくのもね、表示されているんですよね。白丸じゃないやつがもう、そして爆発して、そうですね、はい、もう最後は、自動でフライトターミネーションシステムといって、
爆発させるためのシステムを積んであるので、それで最後は爆発して終わったんですけれども、まあ、これ第1回の試験飛行なんですよね、はい、なので、まあ、イーロン・マスクさんは発射台で爆発しなければ成功だよって言ってたんですよね、それからするとちゃんとリフトオフをして、マックス9も通過したっていうことは、まあ、大成功だと言ってもいいんじゃないかぐらいというふうに思いますよね、はい、このスターシップ爆発した後に皆さん大喜びしている映像も入ってきたんですが、その映像って今映りますでしょうか。多分この後またもう一度映ってるかと思うんですが、はい、この後ですね、打ち上がりまして、まあ、ちょっと傾いている状況、うん、いやこれだけエンジンが止まってしまうんですよね、はい、この後ですね、歓声が上がるんですよね今うわーってしましたよね、はい、でちょっと今映像多分飛んでしまったんですが、うわーっとこう大歓声しているような人の様子がこの、あのイーロン・マスクさんさっき映りましたけれども、その間にもうスペース X 社の社員が大勢集まって、もう踊るようなぐらいの大喜びしているシーンがあったんですけれども、はい、あの皆さんはスペース X 社の皆さんは設定していた部分の成功を喜んで、まあ、その今回の失敗というのは次に生かすという思いでこう喜んでいたというわけですね。そうだと思います、まあ、私も一エンジニアとしてこういうふうに失敗をしながら開発を進めることができるというのは、まあ、非常に羨ましいなと思います、それにまあこの方法というのは個人的にはですね、非常に効率がいいしスピーディーに開発を進めることができるので、いいやり方だなと思っています。はい、本当にこの完成が印象的でした、一方で日本のロケット開発、現在苦戦を強いられてますね。そうですね、はい、まあ、打ち上げ機数も少ないですし、まあ、多額の税金を投入しているということもあるので、まあ、なかなかこんな感じのスペース X みたいなやり方は難しいのかなというのは正直思うところですね、はい、ではこれまでの日本のロケットの打ち上げの状況をちょっと見ていきたいと思います。こちら出ますでしょうか、表が出ますでしょうか。2022年10月12日にすでに運用しているロケットイプシロン6号機が打ち上がるも失敗となりました、こちらですね、出ましたね、続きまして2023年3月7日試験機である H3 ロケット初号機が打ち上げに失敗をしました。そうですね、まあ、この H3 ロケットの初号機はですね、まあ、開発中の試験機という位置づけなんですよね。はい、なので先ほどの動画がありましたけど、スターシップの試験飛行とまあ同じ位置づけなんですよね。はい、H3 の打ち上げではまあここまでできたんだという、まあ、ここまでは至ることができたという、まあ成果があったということをちょっとお伝えしたいですね。そうですね、まあ、個人的にはですね、まあ、本当苦労して新しく開発した LE9 エンジン、これも完璧に動作したんですよね、なのでまあそれをもって試験機1号機としてはミニマムサクセスは達成したと言ってもいいんじゃないかなとも個人的には本当に思ってます、はい、まあ、それを受けて原因究明と試験2号機の準備で、まあ開発の担当者の皆さん大変だと思うんですけれども、ここは踏ん張りどころということで、これ以降成功を重ねていってくださればなと思ってます、はい、そして2023年の7月14日ですね、実験場においてイプシロン S ロケット第2弾ロケットモーターが燃焼試験中に爆発をしました。そうですね、このイプシロン S の爆発事故はですね、まあ、ロケットモーター単体の、試験中の事故なんですよね、はい、なので試験飛行の段階ではないんですよ、なので、まあ、この段階で、まあ、試験がうまくいかないってことも、まあ、たまにあることなんですよね、はい、なので、まあ、単体試験の段階で問題が見つかったっていうのは、まあ、むしろ良かったと、ここから対応していけばいいんだというふうに考えることはできると思いますよね。はい、失敗があるからこそこう成功につながっていくということですね。そうですね、はい、まあ、それに今年閣議決定された新しい宇宙基本計画というのがあるんですけれども、はい、そこには失敗を恐れずという言葉が4回出てくるんですね、多いですね、多いですね、はい、これは今までの失敗をしない完璧さを求めるのではなくて、失敗を許容しながらスピーディーな宇宙開発を目指すということを政府が考えているということを意味するんですよね。はい、なので、まあ、皆さんもその考え方を理解していただき、失敗を繰り返してもそれを乗り越えて進んでいく日本の宇宙開発を応援していただければ非常に嬉しいと思います、はい、そして月曜日、来週、もう月曜日ですね、あさって月曜日には、はい、スリムクリズムを乗せた日本のロケット H2A ロケットの打ち上げが予定されています、この H2A ロケットは打ち上げ成功率 98% 近くの日本が誇るロケットです、
素晴らしい打ち上げで明るい宇宙のニュースを届けてほしいですね、トカジさん。そうですね、はい。ではここで古川さんの乗ったクルードラゴンの今後の予定をお伝えしたいと思います。この後27日午後9時50分にクルードラゴンは国際宇宙ステーションとドッキングをする予定です。そして日本時間のこちらハッチが開いて国際宇宙ステーションクルの出迎えの時間がこのあたりだと思うんですけれども、ウェルカムセレモニーというものも行われるんですよね。そうですね、ハッチ開いてから1時間後ぐらいですかね、はい、そうですね、28日日本時間の0時半からウェルカムセレモニーが行われる予定ということです。そして古川さんは国際宇宙ステーションに長期滞在しておよそ6ヶ月後に帰還する予定となっています。はい、ここまでクルードラゴンの打ち上げの様子をたっぷりとお伝えしてまいりました。トカジさん、いかがでしたか？いや、安心しては見ていられるんですけど、やっぱりドキドキしましたね。はい、本当に安心いたしました。トカジさん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今宇宙の時代が大きく動いています。アルテミス計画が本格始動し、2025年には再び人類が月に降り立ちます。各国が月を舞台にしのぎを削る中で、日本も宇宙への挑戦を続けています。今回の古川宇宙飛行士のミッションのキーメッセージは、宇宙でしか見つけられない答えがあるから、月火星につなげていくために、そしてその答えを見つけ、私たちの暮らしをより良くしていくために宇宙へと挑みます。未知への挑戦は困難があったり失敗することもあるでしょう。しかし失敗を恐れず、諦めずに挑戦を続けていく情熱が時代を切り開いてきたのです。